はい、宮代音です。今回からここの壁の断熱を行っていきます。もうこういう壁の柱立てが完了して、こういったナッターを打ち込む作業も終わったので、やっと断熱作業に入っていくことができるようになりました。とりあえずもう今ここには内装を外して、ここについているシートカバーも剥がして、清掃したところですね。で、この大きい隙間には今からパーフェクトバリアを詰め込んでいきます。はい、パーフェクトバリアこれですね。これを切って詰め込んでいきます。はい、パーフェクトバリアはこんなもんですかね。もうこういう見えないところまでぎっちり詰め込んであります。まあ、どれぐらい施工していいのかわかんないんで、入れられるだけ入れてみました。はい、シートを貼り付けてパーフェクトバリアの施工は完了です。ちょっと破けてたりしたところがあったので、養生テープで保護しておきました。はい、じゃあこのカバーを取り付けていきます。でですね、ここを止めていた、こういう純正のクリップが、だいたい10個あるうちの半分は折れてしまったので、まあまあおそらく経年劣化だと思うんですが、まあ半分ぐらい、折れて使えなくなってしまったので、 Amazon でこういうクリップセットを購入しました。確かこういう純正品をエーモンというメーカーが、5個入りぐらいで確か売ってるんじゃなかったかな。それが2、300円ぐらいするんですよね。500円だったかな。で、それを買っているととても高いものになるので、 Amazon でこういうクリップのセットを購入しました。まあこれ630個いろんな種類が入っていて、だいぶ安かったのでお得だと思います。はい、これで内装が取り付きました。これね、今ここにブツブツ面が来ていて、左右のドアで入れ替えて取り付けています。というのもですね、そのまま普通につけてしまうと、こちら側の面が起毛状態で、毛羽立った面がこちらに来ます。そうするとここに制振シートを貼り付けることができないので、このツルツルした、まあちょっとデコボコしてますけど、この面を、表側に出るように左右のドアで入れ替えて取り付けました。はい、リア側のこのパネルはですね、リア側の方にはスピーカーユニットとかなんか物入れとか、余計なものがついていたので、だいぶ前に床の型を取ったプラダンを貼り付けました。こんな感じです。はい、パーフェクトバリアの張り込みが完成しました。丸半日ぐらいかかっちゃいましたね。結構詰め込む場所が多くて、でバックドアの分がなくなっちゃったので、補充で購入したいと思います。ちょっともうカバーしちゃって見えないんですけど、この中とこのリア側ですね、そしてこちら側の壁にも入れ込みました。で、この左側のスライドドアはもうだいぶ前に実は施工してあります。なのであの中にもパーフェクトバリアが入っています。で、この次は制振シートを貼り付けて、もうほぼ全面に貼ります。で、断熱シートをさらに貼り付けます。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。